吉田さんお疲れ様です、まあ、今回はね空想が未来を作るってお話にしようかと思います。まあいろんな妄想を人は描きますよね。将来こうなったらいいのにな、ああなったらいいのになとかね、逆にこうなったら嫌だな、ああなったら嫌だなっていうのもあると思います。で、そういった未来への想像力がおそらく人間を進化させてきたんではなかろうかと思うんですよ。まあ例えばね、空飛ぶ飛行機ができればいいなっていうふうに鳥を見ながら考えた人が昔々いて、それは人類共通のなんかね願望だったのかもしれないですよね。で、翼をつけて高いところから飛んでみたいな人がいてね、怪我をしたりとかすることもあったり、じゃあ飛ぶって何なんだろうっていうふうに浮力っていうね、こう概念をこう編み出してみたりとか、で空を飛ぶにはある程度の滑走距離が必要なんじゃないかなっていう説と、上昇する浮力を起こせばヘリコプターのようにね、真上に飛んでいくことも可能なんじゃないかなと思って試してみたら、まあ両方ともそうなったってことだったりとか、まあ、そもそもその、なんで浮くんだろうと、重さっていうのは何と比べて重い軽いっていうのがあるのかなとかね、いろいろそこで空想の次に科学が生まれて、科学の次にテクノロジーがあって、で、現実化するみたいなことが繰り返されていたのかなと。海の向こうまで行くのもこう海洋技術っていうのもありますからね、やっぱこう遭難しないように台風とか気象の問題とかもありますんで、そういったことで遣唐使とか遣隋使っていう時代は事故が多かったけども、生き残ってきた人もいたりとか、そういうのがあったのかなと思います。で、今ねアニメとか SF とか漫画ってものを読んで未来を空想して本当にそうなればいいのになと思った人がだんだんそういう風になってきたみたいなね。昔機動戦士ガンダムっていうアニメがありましたけども、今は実物大のガンダムがね本気で作る人がいたりとかして、まあ一個プロモーションになったりとか観光産業になったりするもんですけども、そういうものとかね、だから実際にほら今私たちが楽しんでるのは、まあ、AI を使ったバーチャルリアリティですよね。だからひろゆきさんとか成田さんが対談してるのも本人がやってるわけじゃないんだけども、本人がやったかのようになんか作られているもの。でもいつかそういう風な形でね、現実にクローン人間みたいなのも出てくるみたいなのもこれでもうね見えるわけじゃないですか。だから机上のクローンって言ったりもするんですけども、でも机上のクローンすらできなければ一体何なんだよみたいなね、世の中にまだ出てこない現実ってのがあって、それを一歩も二歩も先に作ってしまうのがいわゆる天才みたいなもんだとしたら、今私たちがねこうやって何気なく使ってるスマートフォンも江戸時代にこれが発想としてはあったかもしれないですよね。発想としてはあったんだけども、テクノロジーが電気をはじめとする工業技術が追いついてないから現実ができなかったとも言えるわけですよ。まあ科学は一夜にしてならずとは言いますけども、そうやってなんか少しずつ進むのかなと思った時に、自分の年齢が40だろうと50だろうとね、自分の10年後の人生こうなるんじゃないかなっていうふうに考えるところから、まあ未来は作られるのかなと思うんですよ。まあこういう言葉があるんですよね。全ての現実は未来に続いているというね、確かになと。今やることってのは将来来るべき3年後5年後10年後に確実にその元になってますからね。だったら腐っていく今日一日を過ごすよりも育まれるようなね一日を過ごしたいなと思っております。行ってきます。